平岩信康昭和8年7月26日は、日本の牧師。静岡教会4代目、6代目、牧師。静岡女学校の創立者、キリスト教会の指導者で、日本メソジスト教会、第2代監督。東洋英和学校会社の一人。東洋英和女学校の創立者、二代目校主平井平岩久国は次男。川上松は四女。 小林豊子は妹。安政三年、三代続いた、キリシタン宗門改め役の幕臣の父、平岩薫明と、母総大子の三男事女の長男として、江戸小石川安房町に生まれる。明治元年桜井武所の家塾に入る。明治三年に一ヶ谷小学校教員となる。明治四年間筆生として、東京府立洋学校で学ぶ。やがて、 東京不立洋学校は廃校となる。明治5年改正学校に入学、理科学を学ぶ。明治7年2月、改正学校科学教師 EW クラークの家でジョージカクランの聖書講義を危機勘弁を受ける。それがきっかけで導入者でのカクランの講演を聴講するようになる。明治8年11月21日、中村正直の家でジョージカクランより洗礼を受ける。 この時洗礼を受けたのは、中村正直が1874年に洗礼を受けたのと同じ部屋である。明治9年10月、父の事業失敗と母の病気のため、改正学校を休学。明治9年、メソジストの教職司法に選任される。明治10年、明治11年12月29日、牛込教会の初代牧師に就任。明治十二年十月三十一日、 中村正直の仲介で、松井銀子と結婚。明治13年明治14年9月18日、山中恵美、土屋彦六、浅川博子と共に、東京の下屋教会で、ジョージ・ミーチャムより、アンシュレを受けて、メソジスト最初の日本人牧師になる。明治15年1月16日、東京市範学校の教授を辞める。甲府協会に赴任し、三代目牧師となる。 1883年の第3回全国キリスト神と大神牧会の幹部の記念写真。平岩は前から2列目の左から2人目。栗村は最前列右から2人目明治16年、東京の新栄会会で行われた第3回。全国キリスト教神と大神牧会に、栗村さえ八らメソジストの牧師と共に、幹部の一人として参加する。東洋英和学校会社。 カナダメソジスト教会の男女ミッションスクールを計画。明治17年、明治18年、大田虎吉に洗礼を授ける。明治19年、明治20年、明治23年、下屋教会で開拓伝道を行う。明治24年、明治25年、明治26年6月、静岡教会に6代目牧師として、再び赴任。明治十七年四月、 日本メソジスト協会電動会社社長を退任。明治29年8月、静岡教会を去る。一家年休養。明治30年7月、駒込教会に赴任し、築地教会牧師と兼任。明治31年6月、甲府教会に、再び赴任。九代目牧師となる。有友義塾講師となる。明治33年5月8日。 日本メソジスト教会年会長に就任。明治三十七年六月、甲府教会を去り、本郷中央街道に赴任する。明治三十八年、トロントのビクトリア大学より、進学博士の名誉学位を送られる。明治四十年、明治四十一年四月、駒込教会牧師を辞任。明治四十四年、関西学院院長に選出され、教育者として活躍した。 明治45年4月6日、亡くなった本田陽洋一の後を継いで第二大監督に就任。大正8年11月、監督退職。大正9年渡米して、排日運動の激しいアメリカで日本の立場を優勢する。大正10年11月、純子夫人と死別。大正11年、東京都阿佐ヶ谷に移り、自宅で集会を始める。当時は、 朝谷教会と呼ばれていた。それが、後の日本キリスト教団朝谷教会になる。大正13年大正14年、イエスの友月間雑誌配観。昭和3年12月28日、無夫人と結婚。昭和8年7月26日、有門教作のため手術を受けるも、永民ありがとうございます。